ございます。どうも銀城チャンネルの和也です。今日は稼働オフということで、クロちゃんと一緒に休日を楽しみたいと思います。はい、おはよう。くしょおはようございます。今日は休日やけんな。今日何もないけん。今日ゆっくりできる。今日ゆっくりしよう。あ、今日久しぶりにゆっくりしよう。あ、オッケーオッケーオッケー。撮影も稼働も忘れて。俺何も予定聞いてないですけど、もうプラン決めてます。大丈夫大丈夫。いや、もう初心に帰ってね、路面電車で移動しようかなと思って。路面電車で移動。うん。また珍しいこと考えて。路面電車ってそんなどこにでもあるわけじゃないやん。まあそれもありかなと思って。ああ、全然全然。じゃあ行こう。あ、オッケーですオッケーです。行きましょう。路電とかどんくらい乗ったら。いやもう俺だいぶ乗っとらんすよ。私結構乗り寄ったけどね。いやバイクあったら乗らんもん。正直本当乗り寄ったの中学校の頃。俺小学校あるちゃんと。いやー近あるやん。ちゃんと先輩やろう。調子よかね。休日よだって。お前は逆に行きたいとこないと思う。俺、うん、え、いや、どういうプランで考えとったのかな。普通に行きたいとかないと。え、街の方でしょ。とりあえずアーケードに行こうかなと思ってる。ああ、休日ってもすることないもんね。あんまりない。大体俺編集しようですよ。昨日編集飛んできとったね。やられたんまんね。マジか。俺の20年後の俺まあ見とらんけど。It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe. とりあえずラーメン食おうかね。とりあえずラーメン。とりあえずラーメン食おうかね。普通に腹減ったろ。腹減った。いや、空いてるかな。ハマワルじゃないっけ。ドーマル、ドーマル。あ、ドーマルか。潰れたっけ。潰れとるやん。やばかよ。結構潰れとるけんね。結構お世話なっとるけん。あの、旨辛豚骨か、黒ラーメンか、うん、ちゃんぽん。ラーメン食い来たけんが。俺、旨辛豚骨ラーメンにしよう。そうよな。そうよな。旨辛。旨辛。違う、黒ラーメン。なるか。分かったろ。いや普通風にうまかった。一蘭っぽいけど。ああ、確かに俺が食ったやつ、うん、でも麺が一蘭より好きやけんの。あ、ここもなんか初めてできたけ行ってみたかったっすね。へえ。いや、ちょっと違う違う。待ってる。いや、待ってないです。まだデザートいかんばね。デザートまだ早い。いや、まあ俺は全然だいける。あのでっかいやつあるやん、ちょっと有名なオリンピックやって。ああ、オリンピックね。中学校の頃とか小学校の頃行きよったわ。俺も大学のなんかサークルかなんかで行ったね、最初。新刊。歓迎祭みたいなやつで。まあインパクトはすごいね。デザートタイム、ね。デザートタイム行きましょうか。でかすぎて。いや、これマジやばかよ。もうパフェじゃなかなんねよこれ。やばかよ。バカね。いつも引くかって。俺もない。横、え、ちょっと待って。せや。横しくない。俺だけじゃん。え、なんかでかすぎな。国際で何しに来とんじゃん俺ら。お、比べてみたら。いや入らんもんね。入らんよ。これそれが。
個分くらい、8個言い過ぎた、7、8個分くらい、えぐ、さあ食べましょうか。やばかよって、なんかバフゲーみたいなデザートタイムやけん。はい、どうぞ。どうやって来るの？とりあえず星くんは、うん、ポンって取ってからこれ中にはアイス刺さっとるじゃないですか。そうそうそう、どうすか、クッキーボイボイ行くばい、やばかよ、あーやばいやばい、これやばか、うまっ、ごちそうさまでした。寒すぎてマジで、マジで寒い。6時はちょっと調子取ったわ。次どうします？次はね、猫カフェに行きたいっすよね。マジっすか？いや、いいっすね。猫好きなんよ。俺も猫好きっていうか動物好きやけんは。犬も好きやけどね、柴犬とか。昔実家柴犬飼っとったけどマジ可愛かったもん。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい。え、カフェじゃなくね？あ、だけど。ああね。猫。犬。あ、犬もおるやん。あれでしょ。触れ合いは猫だけで。ああ、なるほどね。下のペットショップでしょ。しろ。じいちゃんばあちゃんに譲らん、いっぱい開いとけ逆に迷惑やろ、熱ないけど、やっぱり熱か、いやマジめっちゃ普通に熱いもん。猫カフェで満喫したしね。あーもう気持ちいい。次何するんですか？もうほぼ終わりよ。終わり、いやもう終わりよ。終わり、もう疲れたよ。疲れた、風呂、いや外で飲むビール美味しかもね。いや間違いないですね。編集あるで。俺もあって。帰ったら編集せんばね。俺もあって。こっから休日じゃなかもん、ね。俺らの休日2時間かもん、ね。朝から夕方までやもんね。制限時間。文言あるもんね。文言ある。文言ある。あんまこの海。海で飲むよビールは。ああ、綺麗かっすね。あれが稲佐山で、俺が橋草和也です。今日は大丈夫？暑かったもん。おー、ユーバランス。いいっすね。いやもう毎日稼働しとったらきつかも。うん。どうすか最近、やっぱり編集始めたって話ですけど。編集？うん。いや思ったよりできたけどね。できとらんけど。ああ。最低限の仕事ぐらいは。ああ。まあパソコン自体は結構触っとったっぽいっすけどね。大学の時とか使いよったけどね。うん。いやマジ文字動かしたかったこの。ビーンって。ああ、全然教えてないっすね。やらせろって。いや、電話すればよかや。動かさせろって。電話すればよかや。いやでも今日20年後のテロップ入れんばけんか。いやあれ本当は自分で全部入れんばもんね。いやえ、自分のやつは自分で全部もんね。自分で撮ったやつ見たけど、あのテロップはマジきつかった。絶望すったもんね。もう多分最初の10秒ぐらいで3、40分かかるもんね。余裕でかかるもんね。いやかかるよ。1分で多分1時間くらいは全然かかるっすもんね。いやだって普通に今晩の乗り打ちでもう俺1分2時間ぐらいかかる。1分2時間かかりすぎやもんね。でも最近チャンネル登録者数増えてきようけどさ、はい、頑張り時やね。3月、うん、3月毎日投稿頑張ります。いいですね。マジやりきりたかねー、毎日投稿言ったからには。そうっすね。やらんばやろ。パチスロ関係の YouTube で毎日投稿しとる人おらんもんね。いないっすね。これできたらようやろ。うん、やったことがある人はおるかもしれんけど。そ
そうっすね、まあ、俺らが知らんところでやっとる人おるかもしれんけど、やるしかねえやろ。エース頑張ってください。いやエースはもうクロちゃんやけど、いやちょっと5、6角出したクロちゃん今エースやけど、ねえ胃もたれがちょっとやばいんで、エースすぐ変わるけん変わらんけん。あ5、6角クロちゃん、あ6角今度ユノさん、うわすげえあ大吉さんも6角、あ大吉さんややっぱってなるけん。なる、結局そうなっけだから多分俺が一番買っとるけんどる、あ違うかクロちゃんか、やっぱクロちゃんか、10万円やけんさすがにクロちゃんか。13万か14万くらい買ったっすもん。あマジ、買っとけるね俺も今日ゆっくりできたけんが、うんそうっすね、いや帰って編集せんばけん帰るよ。帰りますか、もう結構早いけど今から、まあ、久々の休日、はいしゃ、はい、楽しかったです、明日から頑張ろう。はい、チャンネルの今年の目標は30万人、その第一歩として3月は毎日更新、そのため自分も2月から編集を始め、至らないところ、能力不足、実力不足のところもありますが、5人で協力して3月毎日更新達成しようと思うんで、これからもどうぞ吟醸チャンネルの方をよろしくお願いします。また高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。